沼の丹駅は、北海道苫小牧市沼の旗中央三丁目にある、北海道旅客鉄道の駅。駅番号は、H17。電報略号は旗。事務官コードは13326。キーとか利用可能エリアであるが、カードの販売は行っていない。室蘭本線を所属線としており、千歳線を加えた2路線が乗り入れている。当駅は、名における、 千歳線の起点であるが、千歳線の列車はすべて室蘭本線経由で、苫小牧駅まで乗り入れている。すべての普通列車と特急、鈴蘭が停車するが、鈴蘭以外の特急列車は通過する。追い分け方面列車と千歳方面列車との乗り継ぎに伴う運賃制度の特例として、当駅を通過する列車にかかる乗り継ぎに限り、当駅と苫小牧駅間の区間外乗車が、 認められている。ただし、苫小前駅での途中下車はできない。室蘭本線の交流電化区間は、東駅から室蘭駅までの区間となっているが、岩見沢駅方面は、非電化区間となっている。なお、千歳線は全線で、交流電化区間になっている。苫小前室蘭方面は東駅を出て、すぐの地点から、白尾駅付近まで 28.7km の直線区間が続き、 日本国内で最も長い鉄道の直線区間となっている。鉄道に関する日本一の一覧も参照1975年の沼の単役と周囲約1キロメートル1 5キロメートル範囲。北側は宇都内湖岸の湿地帯が広がる。右側の上は外から、千歳線下り、室蘭本線伏線。下が、千歳線上りでその外には1969年9月の 伏線化に伴う線形改良前の急線跡があるが、この線は元来このまま東へ直進する北海道鉄道の金山線から分岐した札幌線の軌道をそのまま使っていたために、このような線形になっていた。駅裏右上に撤退した広島燃料工業の工場への専用線が残されている。また、左下写真外の本線駅標速に四幌町農協倉庫があり、 日高本線から専用線が引き込まれていたが、こちらは、苫小前駅の管轄であった。国土交通省国土画像情報をもとに、作成南口側から、島式ホーム1面2線、単式ホーム1面1線、計2面3線を有する地上駅、苫小前駅管理の無人見駅、自動券売機、簡易キーとか改札機設置、駅を南北に結ぶ自由通路からホームに入る構造となっている。 2.3番乗り場の間にある抽選は、貨物列車などの対比線となっており、ホームも河川もない。バス停留所は、北口が道南バスによる沼の端駅北口停留所、南口が道南バス、厚間バスによる沼の橋駅前停留所となっている。北口南口北海道旅客鉄道特急、鈴蘭停車駅室蘭本線と誠前駅。 トマコマイ貨物駅沼の単駅と浅駅、千歳線トマコマイ駅トマコマイ貨物駅沼の単駅上内駅南千歳駅一部列車は上内駅を通過する。鉄道省府内線沼の畑駅北松田駅。ありがとうございます。